オブジェクト指向としてのインターフェースはクラスのひな型みたいなものになります。では実際に書いてみます。ドックのインターフェースとして i d o c というインターフェースを定義します。で例えばここに getRelativeAge という関数を定義します。ただ実際の中身の実装に関してはクラスの方で行いますのでどういう名前のメソッドかっていうのと返り値ですね。 何をを返すす。ののかっていうのだけを記載しておきます、えー、そして実際にクラスを作成する時にですねドッククラスを作るんですけれどもインプリメンツアイドックというふうにしますそうするとこのドックのクラスは idock っていうインターフェースをインプリメントするということになりますこういうふうにするといきなり赤線が出ますよね、えー、内容を見てみますとクラスドックは インターフェース i d o c を正しく実装していませんということで、この i d o c というインターフェースをインプリメントしたんだから、このインターフェースに書いている定義に従いなさいよという注意が出ます。こういう感じでクラスを定義するときに、インターフェースはこのクラスの中身を強制することができるわけですね。ということで、get relative age を作らなければいけません。はい、また赤字が出たんですけれども、これは、ここの インターフェースの get relative age の返り値がナンバーとしているのに何も返してないじゃないかというところですね返り値をナンバーに設定してリターンで例えばまあ位置を返しておくとエラーがなくなるということになりますただ relative age はこれが正しい実装になりますねただ age というプロパティがありませんので age プロパティを作成します これでエラーが出なくなりました、えー。そしてまあ、プロパティもですね、インターフェースのところにブリードというプロパティを定義しますと、えー、この ITOC をインプリメンツしているドッグクラスは赤字になるわけですね。ブリードプロパティが設定されていないのでエラーになるわけです。ですので、ブリードプロパティを定義します。ただ間違ってここがブーリアンだった場合も起こられるわけですね。きちんと ストリング型の V ードというプロパティを定義する必要があります。まあ小さなアプリケーションを作っているとか、たった一人でアプリケーションを作っているっていう場合は逆にうざったいかもしれないんですけれども、大勢で大規模なアプリケーションを開発するっていう場合には、こういったインターフェースを使うことで開発の効率が上がったり、安全なコードを保ったりすることができるみたいです。 以上、インターフェースの説明でした。次回は抽象クラスについて説明したいと思います。